はいそしたら今日は同格のザットをやっていくんですがよーくくる質問としてね先生先生あの同格のザットと関係詞ザットの違いが分かりませんどうしたらいいですかってよーくくるんですよ。でね一つの考え方初級の考えとしてはザットの後ろの部分を見てねザットの中身が名詞が抜けてたら関係し抜けてなかったら同格っていう考え方もできるねんけどちょっとこの例文見てみてください。 The fact that the universe is expanding is blah 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 この t h a が何もんかって考えたときにねよし、t h a の中身を見てみようと The universe is expanding このさ、expand という単語は広まるっていう自動詞の意味もあるし何々を広げるっていう他動詞の意味もあるんよって考えたら今回ここの部分が抜けてるか抜けてないかって考えるのは意味を見ないとわからなくなってしまいますよね じゃあ見てみたら、えー、宇宙が広げる事実って考えるか宇宙が広まっていってるという事実どっちって考えたら校舎ですよねだから今回は同格ですよみたいな感じで最初の段階は一個一個確かめながらやっていくのはすごくいい勉強になると思うんですでもみんなは最終的にものすごい量の英文を早く読まないといけないんでしょってなったら毎回毎回後ろ見るの面倒くさいか前行って後ろ見てみたいな感じでねじゃあどうするか こっちじゃなくてこっちに注目するんよ。実は下に公式っぽいものを書きましたが、同格を取る名詞というものには一定の法則性があってね。例えばアイデアの旬コンセプトみたいな感じで考えを示す。単語が来たりとか、ファクティング、ホンマイシンニュースみたいな感じで、えー、事実。 こういう事実がね、まさに今回、ファクトという単語が来てますが、そういう単語が来たり、はたまた、ステートメント、サジェッション、リポートみたいな感じで、発言を示すような単語が来ることが非常に多いです。あとは、ポスシビリティとか、チャンスですとかで単語もいっぱい来ますが、あくまで一例ね。でね、なんで来るかというと、例えば、アイディア、その考えがね、どんな考えかってなるでしょ 今から後ろで説明しまんがなみたいな感じで後ろに具体化される立派な立派な一文が来るんやわかるここだけ見てもあそういうことでって分かりような単語が来て前の見みを具体化する役割が同格のザットですいいですかだからこっから先はほんまに英語始めたての子は一番最初毎回毎回後ろ見ていくの大事じゃねえけどもあっ 分かったぞ今回、だって分かったら、ここから先は1個1個頭の中にインプットしていきましょう。そしたら、我々日本人が上から下に日本語の文章を読むように、英語の文章も左から右に一発で読めるようになります。